はい、皆さんこんにちは、アンチです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、なぜ人は老けるのかということでですね、お届けしていきたいと思います。ちょっとね、テーマがね、で大きい漠然としてるんですけども、ちょっとねお話ししていきたいなと思います。もちろんね、最後に対策もしていきたいと思うんですけども、僕もそうなんですけどね、なんで体って老けるのかなとかですね、なんで顔にシミができるんかな、シワができるんかな、たるむんかなとかですね、根本的に考えたこととかあるんですよ。まあ、この仕事をしているからもあるんですけども、まあ、痛みもそうですね。なんで肩こるんやろうとかですね、なんで腰痛なんやろうみたいなね、そんなことも考えたりするんですよ。だってね、ちゃんと睡眠している、食事している、ストレスをなくすようにしているとか、いろんな生活習慣でね、巷に出てるじゃないですか。これしたらいいよとか、あれしたらいいよとか言ってやってるのにもかかわらずですね、腰痛の人は減らないし、肩こりの人も減らないし、よくわからないんですよね、僕も。なんか皆さんいろんなことを今日吸収しているにもかかわらず、僕も含めてね、吸収しているにもかかわらず、結局痛み出てるやんみたいなね、目が疲れるやんみたいな、そんな感じなんですね。そして僕がですね、考えるとか、僕が思う、セルフケアとかですね、そういう健康のものを見ていくと、ザ普通なんですよ。ザ普通なんですよ。食事をなんかね、栄養バランスがいいものを食べましょうとか、睡眠は6時間ですか、7時間取りましょうとかですね、お風呂はしっかり入りましょうとか、ストレッチしましょうとかですね、みんな普通なんですよね。なんかもう当たり前の生活で、だから僕から言わせてもらうと、おはようとか、さようならとか、いただきますとか言うてる日常のその言葉ってあるじゃないですか。普通の使う、まあ、皆さんが使う普通っていう言葉でいくと、ザ普通なんですよね。それはね、ザ普通のことをしてたらね、それは老けますよって話なんですよ。老けたくなければもっと違うことをチャレンジしたりとか、違うことを取り入れないといけないと僕は思うんですよね。で、今回はね、その老け顔とかですね、痛みが出るっていうお話もできたらと思うんですけど、顔のね、このパーツって顔のこのあるじゃないですか。でこれってですね、上から、表皮、真皮、皮下脂肪、筋肉、骨ってこう順番、まあ、5つぐらいに分けてもらったらいいかなと思うんですよね。で僕たちの施術っていう、僕の施術っていうのは、まあ、炭酸かけてっていうのを置いといて、皮膚から、体の痛みの場所とか悩んでる場所をこの皮膚からタッチして、このコリだったりとか、痛みの部位をこう軽く刺激を与えて、痛みを取っていくような症状なんです。直接、この指先からですね、別に筋肉を触ってるわけでもなく、内臓も触ってるわけでもないんですね。いわば神経の反射を利用してやってるわけなんですよ。っていうことで考えるとですね、その顔の老け顔のメカニズムっていうのも、この表皮から、真皮、皮下脂肪、筋肉、骨っていうのもね、順番があります。順番があるので、そこを理解して対策を取れば、老け顔になったとしても、ほぼほぼ老け顔を自分で抑えれるんじゃないかなっていう僕の持論です。はい、でまずね、表皮と、真皮からいくと、まずね、表皮と真皮は一番何が原因かというとですね、皮膚の弾力の低下と紫外線ですね、前回のね、日焼けの真っ白に塗ったね、サムネあったと思うんですけども、日焼け対策っていう動画も撮ったんですね。で、この2つがですね、一番老け顔になる、この皮膚、いわゆる皆さんが言う皮膚の、老け顔っていうかですね、老けるっていう老化っていうところでいくと、皮膚の弾力低下および、紫外線、光の老化って言われます。でこれは何が引き起こされるかというと、シミ、シワ、たるみ、このね3本セットです。はい、なので一番気をつけないといけないのは、まあ、表皮、真皮っていう、この見た目でいくとね、見た目でいくと真皮と表皮の、対策としては、弾力、皮膚の弾力と紫外線、これをですね注意しておかないといけないということなんです。でこれがまず第一前提なんですね。でその下に行くと、次皮下脂肪、この皮膚の下にあるのは皮下脂肪なんですよ。でこの皮下脂肪が、いわばですね、この年齢とともに、この脂肪量が少なくなってくる、顔がね、こけてくるとかあるじゃないですか。で脂肪量が減ってきて、その脂肪が下がってきたりすることによって、移動って言われるんですけども、それによって、たるんでくる、ブルドッグ顔ですね、たるんできて、そこからシワになる。
でそこからですね、まあシワから、まあ、シミにもなるのか分かんないですけど、まあ、シワになるということですね。あとその次が筋肉です。はい、皮下脂肪の下にあるのが筋肉。筋肉はですね、こうやって喋ったりとかご飯食べたりとか、目を閉じたりとかいろんなその 日常ですね、日じゃないな、日常の習慣、日常の生活で使わないといけない、勝手に使うこともありますよね。まばたきなんて勝手にしてるじゃないですか。でそういうこともあるんですけども、食べる時もね、こう咀嚼する時に筋肉使いますよね。そういう繰り返し、まあ、繰り返しで起こるその表情を作ったりする表情ですね、それによって筋肉の疲労、それによってできるのがシワと言われます。まあ、筋肉のね、筋肉量の低下によってそのたるみっていうのも引き起こされるんですけども、皮下脂肪と筋肉は、たるみです。たるみからくるシワ、これがですね、ポイントです。もう一回おさらいでいきますと、皮膚、表皮、真皮は、弾力低下、光の老化によってシミシワたるみで、皮下脂肪と筋肉は脂肪量の低下とか筋肉繰り返しの使用による疲れによってですね、たるみとシワができるということです。はい、で、最後に骨なんですけども、骨密度っていうのがね、皆さんあると思うんです。骨、年配の方ならね、骨密度骨粗しょう症とか言ってですね、転ぶだけでも骨が折れるかもしれないとか、骨密度を測定するっていうこともおられると思うんですけども、その骨密度っていうのはですね、どうしてもこれだけはですね、難しい話です。これこそ本当に食べ物とかですね、そういうものに気をつけないといけない。睡眠ももちろんそうなんですけども、一番大事なところじゃないかなと思います。でこの骨密度が減少してきて骨が小さくなってくる、しぼんでくるということですね。でそのしぼんでくることによって、縮もかまってきてシワになるということなんですよ。ということで老け顔のメカニズムっていうのはですね、僕は大きく3つに分けています。皮膚バージョンと、皮下脂肪筋肉バージョンと骨バージョンです。でこのね、3つをなんとか抑えていきたいときに、感覚的に分かるかもしれないんですけど、骨はね、これはもうしょうがないと思ってください。食べ物ね、しっかり栄養とかあるものもちろん食べるんですよ。当たり前ですよね。そんな不摂生なもの人食べないじゃないですか。で、まあ、食べる人もいるかもしれないですけども、骨は自分のそのコントロールしづらいんですよ。だって、おじいちゃんおばあちゃんで、そのおじいちゃんおばあちゃんの方で、大きくなっているその体型が維持しているっていうよりむしろこうコンパクトにこうちっちゃくなっているじゃないですか。皆さん、僕の母親なんか155センチだったんですけど、最後、150センチなかったですね。5センチぐらいは縮まると思ってください。5センチぐらいかな。まあ、個人差ももちろんありますけども、まあ、それぐらい縮むんだなという解釈でいいと思うんですよ。年齢とともにやっぱり、骨の、成長というか骨の老化はなかなか止めにくいなというのが僕の中にあります。だから、筋肉と皮下脂肪と皮膚と真皮、この3つだけはなんとか抑えたいというのが僕の中の、シワ、シミ、たるみ、くすみも含めて、この4つですね。ここをなんとか抑えれるんじゃないかな、自分自身で抑えれるんじゃないかなということで、僕はですね、自分が美しく老けたいっていうコンセプトの中なんですよ。で、今回はですね、その、皮膚と皮下脂肪ですね、まあ、骨もそうなんですけども、全てに通ずるものが、血流です。はい、まあ、血流が良くなると当然ですね、栄養素が届くっていうところなんですね。栄養素が届くことによって、その筋肉の疲労であったりとか、脂肪量のその何ですか、脂肪が下がってくるっていうところを抑えるために筋肉の、その疲労をとってですね、従来の筋肉の働きをしないといけないっていうところなんですね。で、皮膚にしたらですね、弾力っていうのはやっぱり栄養が届かないとこの弾力がなくなってしまいますんで、栄養素を届けるためには血液の循環っていうのが大事だと思います。でちなみにね、ちょっとちなみの話なんですけども、痛みのメカニズムですね、この筋肉のところに、こうマークしてるんですけども、まずね、肩こりとか腰痛のメカニズムというとですね、筋肉のこわばり、まあ、なんかちょっと硬いなみたいな、ちょっとこうあれなんかちょっと張ってるかなみたいなのがまず、痛みの第一歩です。そこから何が起こるかというと、血行障害、血流が悪くなるというところですね。で血流が悪くなるっていうことは、先ほどの話の、回収していきますけども、栄養素が届かないんですよ。届かなくなるっていうところが一緒なんですね。顔の老け顔と、体の痛みっていうのはそこで一緒に僕は
合ってくるんですね、僕の中では。血流不足、で酸素、栄養不足ですね。そこによって老廃物の蓄積、血管がねぎゅーっと縮こまってくるんですよ、この血行障害によって。でそこにですね、老廃物が溜まってくることによって、血液が流れにくいから末梢神経の障害、痛みとかですね、そういう痛みじゃないや、その障害出てくることで痛みやしびれっていうのが出てくる、ひどくなったら麻痺するわけなんですね。それが痛みのメカニズムなんですよ。でそこで共通するのが、栄養不足、酸素不足ですね、そういうものなんですね。だから僕はですね、痛みの場合はこのスプレー、美容の場合はこのスプレーという形で、赤いスプレー、白いスプレーという形で使い分けしております。でお家ではですね、使うように僕はこれ用意してるんですけども、いつもね、僕はこの動画でですね、この使い方のお届けをしてるんですけど、例えば、シミシワとかですね、気になる時はもうキッチンペーパーでシューッとかけるペタッと貼るみたいな感じですね、キッチンペーパーをかけ貼る前にこれをやって貼るだけですね。でこれだけで本当基本、ね、一番それがシンプルなセルフケアとなっております。でその中に、顔の筋肉っていうのはですね、栄養素もちろん必要ですから、この毛細血管拡張って血液の循環を上げることで自然にリフトアップするっていうところなんですけども、基本ですね、このスプレーかけるだけでリフトアップできますっていう、ことにもなります。それはね、ちょっとなんか僕はあんまりしたくないんで、僕はちゃんとしっかりこう、ね、筋肉を上に上げたりとか、回したりとかね、そういうのはするんですけども、極力、なるべく手を施さない方法といううちは、スプレーをかけるだけという形でやっております。でこれもね、もちろん、皮膚、脂肪、筋肉にもですね、全部この4つの僕のですね、皮下脂肪見ておきましょう、この4つがですね、僕のこのスプレーで、賄えるということでやっております。でちなみに骨もね、血液流れてるんですよ。だから、骨の、もしかしたら骨密度であったりとか、骨のその縮むっていうところからいくと、マシになるんじゃないかなって自分の中では、考えてます。これはね、お医者さんのレベルなんで僕はあんまり血が決めないんですけど、ただ文献論文とか見ていくと、骨折した人が、炭酸のその炭酸抑制っていうんですか、炭酸線に入ったら、骨のそのつながり速度が速くなったとかですね、骨の成長がうかがえたっていうね、論文も見たことがあるんですけども、もしかしたらね、この5つ僕が言っているね、表皮、真皮、皮下脂肪、筋肉、骨、全部これでいけるかなと思います。でちなみにね、痛みの場合はこちらの方を使ってます。肩が痛い時はシューッとかけたり、シューッとかけて動かす、運動ですよね。皆さんね、ストレッチしましょう、運動しましょう、ジョギングしましょう、ウォーキングしましょう、いいもの食べましょう、栄養あるもの食べましょう、みんな普通なんですよ、それって。当たり前のことをみんなね、当たり前のことを立派なように言っているのが僕はちょっと不思議でしょうがないんですけども、なぜ、皆さん考えたことないんですかね。なぜ、老けてる人っていうか、老けてる人というか体の痛みの人がたくさんおるし、シミシワたるみで悩んでる人もたくさんいてるのに、なんでみんな同じことしかみんな伝えてないんだろうっていうのが僕は疑問で、こういうスプレーを使ったり、こういうスプレーを使ったりとか、こういうねものを使って、施術をしているわけなんですよね。だから当然ね、変な話、違う結果が出て当たり前なんですよ。違うことを、僕がやっているから違う結果が出て当然なんですけども、そこがね、僕が結構最近ね、なんかセルフケアをしても効果が出ないとか、みんなそのセルフケアをしているのは、僕は多分自分の中では全然一味違うって自分で思ってるのは、自分でやってます、全部。で自分でやって、自分でやったことをいいものをお届けしてるんですね。でそれをすることによって、皆さんが良かった、すごい効果出たとか言っていただくんですよね。で、顔のセルフケアこれいろいろあると思うんですよ。顔のこうちっちゃくするとかですね。 でもそれってね、本当に僕の中でいうと対処療法にしか過ぎなくて、しっかり血液の循環から上げていかないと僕は意味がないと思ってます。なので僕はこれを進めていって、なんていうんですかね、皆さんが健康になって美しくなっていく、人の人口が増えれば僕はそれでいいかなと思ってるんですけども、ぜひね、その今までのセルフケア、あなたがいろいろ見てきたりとか聞いてきたセルフケアと僕のセルフケアは全然違ってくる、違ってきた観点なんで、一度ね、今の現状があんまり変わらないんであれば一度試してみてほしいなと思います。
はい、まあ、ちょっとね今日長くなっちゃって申し訳ないんですけども、まあね、これを何回も何回も見ていただいて、老け顔のメカニズム、ちょっとちなみの話で、痛みのメカニズムのお話をしました。そのセルフケアで、このスプレーを使うとほぼほぼ問題なくいけると思いますので、ぜひね一度試してみてください。また概要欄に、ね、貼っておきます。はい、まあ、これで終わっていきたいと思うんですけど、よかったと思っていいねのボタン、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もね最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。最近ねこの炭酸生態スプレーがですね、皆さんがご注文していただきましてですね、本当にありがとうございます。で、あの僕のようにですね同じセラピストの方も、このスプレーの良さを広げていきたいとかですね、このスプレーを使って、困っている人を、助けていきたいという方が非常に増えております。で、僕のですね LINE 公式アカウントの方にですね、その旨を伝えていただいて、コメント書いていただいたら僕の方からですねまたその ご連絡をねさせていただきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。またね普通一般の方もですねこのスプレーを、僕から直接購入と Amazon と Yahoo ですね、あと楽天にもあるんですけども、そちらの方でもですね購入ができますんで、ぜひね、この機会にご利用ください。あと最後にですね、僕の炭酸生態にね興味のある方もおられるみたいなんで、よかったら僕のですね、技術を習いたいという方もですね、ぜひ LINE 公式アカウントの方にコメントください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。